さあ、行けー行けー。さあ、これは大事にしたい。よし、焦らず焦らず行け。よーし、行けるぞ行けるぞ。俺なら行ける。なんせ俺が制作したらだから。くそー。はい、どうも、エクスです。今日は久々に、自作レースを作ったので、ご紹介したいと思います。このレースは、しばらくは一般公開はしません。理由は後ほどご説明いたします。それでは、レースの詳細を見ていきましょう。はい、まず、ちなみにタイトルはね、プロックス。レーシングスクール01となっております。再起をかけた X のスペシャルなコースとなっております。おなじみの、ここビルの上スタート、そしてまずはここのループ、これがね難しいんですよね。ここをこう抜けて、ここはね上がぶつかるから注意。そしてその後、こっから上に登ります。はい、ぐるーっと回ってここまで壁走りで、ここは第1のチェックポイントで、これは分岐になってまして、ここの下からなんと第2の分岐ポイントに入れます。はい、こっからガーってね登るんですが、この先はちょっと要注意。それはネタバレになるのでやめておきましょう。そして、第2のチェックポイントがここ、第3がここ、こうガーッと上がって逆さになってこの坂を駆け上っていきます。そして今回俺が考え出したギミック、ここは行き止まりになってます。ところがどっこい、このスローダウンの床によってさあどうなるんでしょうか。これは実際やってからのお楽しみということで、あそこがねまた難しいんですよね。ちょっとコツがいる。でこっからガーッと来て、はい、こう駆け上ります。これはねいろいろ考えた時に考えた末に、こういったあのギミックを考え出しました。これはいわゆるパチンコです。はい、ここから逆さまになって滑り落ちていきます。そしてこの V ゾーンを取らないとうまくいけない。ここをこういう感じでね、どこ行った俺は。ああもう一度ご説明しましょう。ここを転がっています。はい、こういう感じでねさーっと駆け下りていきます。そしてちょうどここに出てくるわけですね。こっから V ゾーンを通った車はうまくここを通ってここにポトーンと落ちるわけですね。それ以外の弾かれた車はここら辺に落っこっています。もしくは場外アウトかもしれません。そしてここにブーストがあるので要注意。そのまま加速すると下に落っこちます。そしてここがゴール地点となっております。ということで、早速、オンラインテストプレイでやっていきましょう。はい、ということで、プロックスレーシングスクール01、新シリーズ、プロックスレーシングスクール開始。前作、シャックドライビングをはるかにしのぐ超難関コース、アダーカエンティティ推奨となっております。また、正規ルコースで無理なら、分岐コースで停止標識の下か、〇〇から分岐コースへ。最後まで気を抜くな。
それでは健闘を祈るということでやっていきましょう。はい、ということでカスタムアダー懐かしのイエローでやっていきましょう。何やら後ろがすごいことになってますね。さあ一発でいけるかな。あー失敗した。くそ、さあこれは大事にしたい。よし、焦らず焦らずいけ。よーし、いけるぞいけるぞ。おならいける。なんせ俺が制作したらだから。くそー、今度こそ成功させてやる。ここまでか。はい、ということで、やっていきたいと思います。なんと2回目のチャレンジ。次はいいとこ見したい。またか。よし、いけたー。ん？どっち方向だ？こっちだ。よし。いやー、むずい。で、こっからの、よーし。さあ、ここが難しいんだよね。さあ、いけー、取れない。よし、うん、逆さで転がっていくときに上下でコントロールしないとうまく取れないんですよね。あれはそれは自分で考えてやってください。うわ、やばい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 、危ない危ない危ない、危ねえ。まさに奇跡、とっさのバックが功を奏したようだ。さーて、いけるんでしょうか。いけー、おっしゃー、よし、いいぞいいぞ。これはいい。おーおーおーおお、225プラス 200RP 稼げんな。もっと早くいけるはずが、4分25秒もかかってしまった。いやー、厳しい戦いだった。それでね、まあレースをねまだ公開しない理由っていうのはね、まあ自分以外の実況者さんにプレイされちゃって、まあそれでちょっと自分のチャンネル以上にね再生回数稼がれちゃうと困るという理由と、あとはまあそうですね、まあ今こういうふうに低迷している中で、まあいわばこのレースはものすごく時間をかけて作ってるから、まあさっき言ったね、他の実況者にねプレイされて俺の動画より再生回数上がっちゃうのはもちろん面白くないし、で何より僕がねこうやって自作レースを上げることで、一体どれほどのね、視聴者さんがそれに期待をしてくれてるのかなっていうのをちょっと知りたいっていうのがあります。で、公開しないって言ったんですけど、自分の中でね、再生回数と、
ある程度のね、高評価が得られれば、公開してもいいかなとは思ってますけど、はい、それはね、ちょっと考えたいと思います。どうしてもね、本当にこのレース面白そうだからプレイしてみたいっていう人はね、できれば、僕を助けると思って高評価を押していただければ、まあ、高評価100ぐらいになったら公開しようかな。再生回数はまあそれなりに。でないとね、ちょっと僕のやる気が失われてしまいますんで、皆様本当に面白いと思ってやりたいと思った方だけでいいんで、高評価お願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。